ラッキールーララッキールーラ1974年2月22日から1991年5月12日は、日本中央競馬会の競争馬、シュボバ。1977年の東京優勝、日本ダービーが主な勝ち倉である。引退後に種ボバとなり、晩年は韓国に寄贈された。馬名が、ラッキールーラーではなく、ラッキールーラとなったのは、 ラッキーセブンにちなんで7文字の場名にしたためと言われている。バレエは旧表記を用いる。1974年2月22日、北海道伊達市の高橋農場で誕生。父、ステューペンダスはボールドルーラーを父に持つ1963年生まれのアメリカサンバで、1966年にプリークネスステークスを2着している。 タネボバとして1968年からイギリスで強要され、1973年より日本に導入され、ラッキー・ルーラはスチューペンダスの初年度産区であった。他に代表産区としては、地方出身ながら宝塚記念を買ったカツワールがいる。母、トーストは4歳は、大花賞2着が最高であったが、コバになって本格化し、金牌、東、中山記念。 アルゼンチン JCC、毎日王冠に勝ち、天皇賞、秋、有馬記念で2着の実績を残した名品。品馬限定路線が整備されている現在なら、おそらく GI 競争を2勝以上していると思われる、逸材であった。母の父、白亮は、菊花賞を買ってから本格化し、5歳で、天皇賞、春を得て、日本で初めて制定された、 慶州社少年度代表馬に選ばれ、他の代表三区としては、さつき商馬、山野尾、大賀商馬、C エースがいる。早生まれで大きく育った、ラッキールーラは、牧場で評判が高く、早くから尾形東吉調教師に目をつけられていた。東京鉄工社長の吉原貞利氏に800万円で購入され、1975年11月に、東京、尾形東吉級社に入級。 5 6 0ラムを超えるラッキールーラはなかなか体を絞れず初出走が1976年6月の札幌ではなく8月15日の函館となった伊藤正則を安城に3着であったが折り返しの新馬戦も2着で10月の中山の未勝利戦で初勝利を挙げる11月の東京の白菊賞は金見信の2着同月のサザンカ賞は 勝って2勝目を挙げたものの、12月の中山のヒーラギ賞は、プレストー校の2着に敗れて、年を終えた。4歳となった1977年は、休養を取ることなく、1月の京成杯で、初めて重賞に挑戦。マルゼンスキーと接戦を演じていた、騎シスピードの2着に敗れ、2月の東京4歳ステークスも、同馬の4着に敗れた。 ここまで使い込まれているにもかかわらず、馬体がなかなか減らず、巨体を持て余していた。しかし大型はい場を減らさず、汗取りもせず、自然に成長するのを待った。大型の誕生日である3月2日に行われた、弥生賞を5 4 0ラムにまで絞り込みれた、馬体で挑み、出口をくれた逃げ戦法に出て、3戦目で重賞初制覇を決めて、頭角を表す。 4番人気で迎えたサツキ賞は先行して抜け出しを図ったが、伊藤の同期で天才と称された福永洋一期のハードバージが忍者のように伸びてきてなす術もなく2着に敗れた。1番人気に押された NHK 杯では直線の粘りに限プレスト稿コーの4着に敗れた。日本ダービーは曇り、両馬場で行われ、持ち込め馬でクラシック出走権のなかった。 マルゼンスキー以外で争うことになり、ドングリの背比べといった感じで、戦国、ダービーの様相を呈していた。竹く彦に乗り換わった、ハードバージが一番人気に支持され、ポルテール、パワーシンボリーがそれに続き、福永がハードバージから乗り換えたホリタエンジェルが番人気であった。ラッキールーラーは調教の動きこそ抜群で高気配を示していたものの、 28等立ての7枠24番と前奏の盆奏ぶりから9番人気と低評価であった。ラッキールーラは外枠からコースタートで斜めに横切り、1コーナーを先頭で回った。しかし握る意図はなかったので、交正面でワールドサバンナに花を譲った。ハードバージは中段の外に待機し、ポルテール、パワーシンボリも同じ位置に控えた。プレストーコート、 金見信は後位につけ、堀田エンジェルは後方に位置した。直線ではまず、金見信が先頭に立ち、すかさず、ラッキールーラと伊藤が馬体を合わして、これをかわすと、ゴールを目指すラッキールーラにハードバージュが迫った。一カンポごとにラッキールーラを追い詰め馬体が合うが、ゴール寸前で最後の粘りを発揮して、ハードバージュを競り落とし、頭さ先着していた。敬の向こうを越えたら馬任せ。 直線で抜き返すつもりでいけという小形の指示を伊藤が忠実に守り、それが最後の逆転につながった。小形にとっては、明治以来14年ぶり8回目、生涯最後のダービー制覇となった。小形にとって過去7回の制覇は、馬防制限がなく、素質馬を独占できた頃の記録で、それ以降のダービー制覇は至難の豪であった。表彰式で小形は、歓涙していたが、 夜に自宅が火事で全焼した。伊藤の父、ただし四郎は、第5回ダービーを、徳政で勝っていて、史上2組目の不死2台のダービージョッキーである。また、アメリカ産シュボバがダービーを制するのは初めてであり、この時の馬体重 534kg は2019年現在でも、ダービー優勝馬最重量であり、同時に、ダービー史上最外枠での優勝馬でもある。 ただし勝ち時計の2分28秒7は、前週のオークスを勝った、リニアクイーンに0.6秒を取るもので、出走馬のレベルの低さを伺わせた。その後は夏を、府中で越したが、7月26日に父、ステューペンダスが死去。秋は10月の中山から始動し、オープンを逃げ切ると、3日後に再化して、京都新聞杯に出走。ここは、プレストーの着に敗れたが、 前哨戦ということもあり、問題視されなかった。亡くなったシュボバの子は走る。というジンクスのある競馬界であるが、ラッキー・ルーラは、直前の調教の動きも抜群で、キッカ賞で一番人気に押された。九州三場、おさい盛大の、ハイペースの大逃げに対して二番手につけると、スタミナを消耗してしまい、直線で急激に手応えを失って十五着に惨敗。 その後は新刊骨流で2年余りの長期休養に入り、復活したのは6歳になった1979年12月9日の中山のオープンであった。結果は7頭立てのとの負け。7歳となった1980年1月の東京、2月の中山のオープンを、それぞれ2着、7着。4月の k 応杯 S1 を7着。5月の ニュージーランド T を11着ともう一つな成績が続くが6月の札幌日経賞でプリティキャスト以下に逃げ切り勝ち。小形は天皇賞から有馬記念を目指すと宣言したが続く札幌記念は14等立ての9着8月の函館の友江賞と函館記念はそれぞれどの負けを切った。小形はダービー馬の名誉を守るため引退を決意し十一月三十日に 中山で引退式が行われた。引退後は中央競馬会が4500万円で買い上げ、日本競手馬協会へ寄贈した。1981年からイブリタネ馬場でタネボ場として強要されたが、馬体重が7 0 0ラムを超え、正規も大きかったため、小柄な品馬では相手が務まらなかった。マルゼンスキと 同世代であったため不当に低い評価をされ、1986年には種付け後頭という寂しさであったが、1987年に土地のルーラーが木更木賞を勝ち、種付け頭数も39頭に戻り、種付け量も15万円から20万円に上がった。種ボバとしては成功とは言い難く、1990年にはプレストー校かつトップエースと共に韓国に輸出されたが、 1991年5月12日に事故により死去。残したわずか4頭の散布の中から1996から1997年、韓国最優秀内国産馬のタンディチェル、東大第一を送り出した。ラッキールーラはダービーを制して、世代の頂点となったが、この世代には、当時の規則で持ち込め馬には出走権がなく、クラシックに出走できなかったマルゼンスキーがいた。 マルゼンスキーと同世代のダービー馬である本馬は直接対決を期待されたが、マルゼンスキーも脚部不安で早々に引退したため、実現することはなかった。このため、マルゼンスキーとの直接対決で完敗している、騎士スピードやアローバンガード、プレスト稿コーなどの両馬と対戦したタワを定義としたマルゼンスキーとの、機上の比較がマスコミや競馬、 案により行われることとなった。また、ダービーの優勝タイムが、前週のオークスで優勝した、リニアクインのタイムを0.6秒も下回っていることや、ダービーの前哨戦である4歳中距離ステークスで、金馬である、リニアクインが7場審査の干渉をしており、ラッキールーラは、軒並み低評価を与えられ、後に、機運のダービー馬などと形容されることとなった。また、 同世代のサツキショーバハードバージも、競争生活引退後の種ボバ生活が不調で、最後は、ショーや馬車の試激場に転用された末、熱車病で兵止するという悲劇的な運命を辿っている。マルゼンスキーがクラシックに出走できず、裏街道路線に進まざるを得なかったことも、この世代の評価を押し下げる要因となっており、後年、この世代のボバはしばしば、悲運の世代として評査ている。 そして、1977年母バクラシック路線の、ヒウンと、ちょうどこの10年後の1987年母バクラシック路線で、活躍したサクラスター大山キリアルらの悲劇的な、生涯にちなみ、西暦末尾が7の年のクラシック戦線のお馬たちは、不幸の世代になると、ジンクスのように語られた経緯がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。